いじゃない、減るもんじゃないんだから。何してるんだ。シリカの耳と尻尾の触り心地を確かめてたの。この耳すごくふさふさしてて気持ちいいのよ。うわ、もうつままないでください。ちょっとリズ、おじさんがセクハラしてるようにしか見えないよ。というかただのセクハラですよ。いいんですかこんなことして。はい、女性プレイヤー同士ではハラスメント防止コードに抵触しません。そんな、アスナも触ってみなさいよ。そうすれば私の気持ちがわかると思うわ。確かに気にはなるけど。この毛並みを堪能しないなんてもったいないな。じゃあちょっとだけ。あ、猫の耳を触ってるみたい。へえ、実は私もケトシーの耳って触ったことないんですよね。私も触ってみていい？なんだ、みんな触りたかったんじゃない。さあさあ順番にね。なんでリズさんが仕切ってるんですか。これは病みつきになりそう。フィリアさん、勘弁してください。ねえキリト、実はあんたも気になってるでしょ。そんなことはないぞ。というか俺が触ったらハラスメント防止コードが発動するだろう。はい、シリカさんがボタンを一つ押せばパパは牢獄送りですね。この子は大胆なこと。でもシリカがいいって言ってるんだから触らせてもらえばいいじゃない。本当にいいのか。はい、どうぞ。じゃあお言葉に甘えて。これは確かに毛並みがすごく柔らかくてなんだか癒される。キリトさん、そこはくすぐったいです。あ、ごめん、暑い。ただいま。あ、ユキさん、シノさん、お帰りなさい。これはどういう状況なのかしら。シノ、いや、これは別にやましいことをしているわけじゃなくてだな。うわ、怪しい。キリト目が泳いでるよ。勇気までなんだよ。私には年下の少女をもてあそぶ変態にしか見えないんだけど。そう言われると確かにそうね。おい、元はといえばリズが。なんか面白そうなことやってるね。私も混ぜてよ。ストレオさん、余計にややこしくなってきたぞ。ということでシリカの同意のもとやったことなんだ。うん、シリカも物好きね。そういえばシノンもケトシーだよね。キリト、あの耳も触らせてもらえば。やあよ、キリトが触った瞬間にボタンを押すから。私の耳に触りたいなら投獄される覚悟を決めることね。残念だね。じゃあ代わりに私がシノンの耳の触り心地を確かめてあげるよ。え？シノン、覚悟してね。ちょっとやめ。うわー、すごく毛並みがいいね。ずっと触ってたくなるな。もう話しなさい。もうちょっといいじゃない。まだまだ堪能し足りないよ。あんたどんだけ触るつもり。なあ、裏返さないでよ。へえ、猫の耳の中ってこんな風になってるんだ。
やっと解放されたわ。でも猫耳ってすごく可愛いですよね。ケットシーのアバターも作りたくなっちゃった。うん、見てるだけでも癒されるけど、実際に触ってみたらなんだか羨ましくなっちゃったわ。そういうことならいいアイテムがあるぞ。エギル、聞いてたのか。あれだけ騒がれれば嫌でも耳に入るさ。それでいいアイテムっていうのは。ああ、これだ。なんだこれ。猫耳だよね。へえ、エギルってばこんな趣味があったんだね。人は見かけによらないね。いや、さすがにそれは違うでしょ。頭部に装備するアクセサリーってどこか。ああ、最近買い取りしたもんだな。つけると敏捷性が飛躍的に上がるんだよ。素早さが上がるなんて本当に猫みたいだね。猫耳が欲しいって言うなら試しに装備してみればいいんじゃねえか。いいんですか。ああ、試着ならタダでいいぞ。もちろんそのまま買い取ってもいいけどな。じゃあつけてみましょうよ。キリトもみんなの猫耳姿見てみたいでしょ。まあじゃあ早くつけてみよう。一人ずつ順番に装備しよっか。そうですね。誰からにしますか。それじゃあ私から行くわ。猫耳を一旦アイテム。どうよ。リズさん、とっても可愛いです。へえ、意外としっくりくるな。意外とってどういうことよ。いや、まあ似合ってるからいいじゃないか。じゃあ次は私。じゃーん。似合いすぎてて逆に怖いです。破壊力抜群だね。はーい、ありがとう。次は私がつけてみます。どうかな。すっごく可愛いよね、キート。ああ、我が妹ながら自慢したくなるな。ありがとう。うわ、シスコン。え、感想を求められたから答えただけだぞ。それじゃ次は僕がつけてみるよ。うんうん、いいじゃない。おてんば猫ちゃんって感じだね。キリト、似合ってるかにゃ。似合ってるんじゃないかな。やったにゃ。じゃあ次はフィリア。ほらほら早く。わかった。似合う。すごく似合ってますよ。そうだよ、もっと自信持てばいいのに。もういいよね。次の人に渡すよ。もっと見たかったのに。やっぱり私は人のを触ってる方がいいよ。残念だな。次はゆいちゃんの番かな。はい、ちょっと待ってくださいね。できました。ゆいちゃんすっごく可愛い。ああ、本当にゆいは何でも似合うな。ありがとうございます。ただの親バカね。では最後はママですね。鳥なんだから期待してるわよ。もうプレッシャーかけないでよ。いざつけてみるとやっぱり恥ずかしいな。いいじゃない、キリト。ほら、うん、可愛いと思う。そうかな。
キリト君が喜んでくれるんだったら、そのずっとこのままでも。はい、そこストップ。二人の世界に入らない。え、別にそんなんじゃないよ。自覚がないみたいね。さあキリト、誰の猫耳が一番似合ってたかしら。え、俺が選ぶのか。ちょっと待ってください。猫耳装備に賛成してない私たちは不公平ですよね。別に私はどうでもいいんだけど。じゃあ猫耳が一番似合う人を選んでもらおうよ。はい、それなら元から猫耳がついてるケットシーも。じゃあキリト、一人選んでよ。そんなことを言われても、みんな似合ってると思うんだけど。お兄ちゃん、はぐらかしてことを穏便に済ませようとしてるでしょ。バレたか。こういう時はちゃんと一人選ばなきゃダメだよ。わかった。どうしよう。誰の名前を出しても微妙な空気になるんじゃないか。エギルなんか似合うと思うぞ。エギルさん？さっきからそのスキンヘッドに猫耳がぴったりだと思ってたんだよ。そうかな。そんなに絶賛するなら、エギル、ちょっと装備してみてよ。まあ、構わんわ。どうだ。絶望的に似合ってない。お兄ちゃん、これはいくらなんでも。これセーブポイントからやり直せる？それはできませんよパパ。ですよね。んだお前ら、このアイテムは誰も買わねえのか。エギルが一番似合うって言ってるんだから、装備したまま商売すればいいんじゃない。いかつい顔をした店主が猫耳つけてるお店なんて行きたくないけどね。ひでえ言い草だな。せっかく売れると思ったんだが。キリトがバカなことを言ったおかげで一気にテンション下がったわね。ああ、これはもう営業妨害だな。罰として。いいわね、キリト君。お兄ちゃんの猫耳か、見てみたいかも。ほらほら、みんな期待してるわよ。勘弁してくれ。